ちは。こんにちは。さあ今日の12球団優勝計画、はい、A クラス入り計画はセリーグは3位の、前半戦折り返した時の、順位なんですけれども、 DeNA、 そしてパリーグは首位独走中のソフトバンク、はい、この2チームです、はい、まずは、豊さん OB でもありますけれども、はい、DeNA まず、投手陣から言うと、はい、やっぱ中継ぎだな。うん、そうですね。あ、中継ぎがやっぱこう帰ってこないと、はい、伊勢であり、矢崎もちょっと状態はねまだ戻りきれてないよね、とか上茶谷もいなければ、ウエンデルケンもいない、だから彼らがちょっと戻ってくるとやっぱ盤石になると、中継ぎ陣が、これは素晴らしいと思う。これ戻ってはくるんって間に合うんですか？いやそれは分からない。上茶谷投手は実戦復帰にはね、進んでるみたいなんですけれども、球速も、出てるそうですし、ただいやだから、そういう人たちが、戻ってくるとやっぱこうパターンができてくるよね、パターンができると強いから DeNA は、はい、で昔はその伊勢、エスコバ、はい、で矢崎、で森原が出てきて、こういう3枚が揃ってくれるとさ本当に強いんだよね、でそこら辺がバタバタするとどうしても落ち着かなくなるというね。だから森原につなぐのにどうしたらいいのかっていうね、そこら辺もあるし、やっぱこう左の坂本もね、頑張ってるんだけど大事なところでちょっとやられたりすると、それだったらちょっと困るしな、あとは野手の方はね、やっぱまずは守りをしっかりしてないと、やっぱねこう記録に現れないミスっていうのはたくさんある。それは走塁にしてもまず守りね、守り、守りにしたらやっぱあるよね、だってバックホーム対戦してんのにファーストが取ってセカンドがベースカバー入れない位置にいたとかさ、だからやっぱこうなんていうの、いろんなことをほじくるとたくさん出てくるんだけども、やっぱこう統一感を持ってやらないとちょっと厳しいなって思う。これはその日のミーティングであったりとか、あとはその練習の時に言ったりとか、もうそう、練習の時っていうか、その状況によって、いろんな考え方があったりだとか、いろいろするから、その都度この変化をさせながらね、AI を用いながら、守備位置をこう割り出していくんだけども、で、AI のやり方っていうのは、確かに、その数字っていうのは嘘つかないし、そういうデータのもとでここに飛ぶ確率が何十パーセントってある、そこに守ってると、それはそれでいい、だけどカバーリングまで出てるのかなっていう、AI です、そうか、だから確かにここには飛ぶかもわからない、こっちにも飛ぶかもわからない、でもここに飛んだ時にここに守ってたらカバーリングがいけないよっていう、そこまで出てるんだったらそれを信じちゃいけないと思うんだよね。でもここでここでこうなる、ここはカバーリングできますよって、それだったら信じてもいいと思うんだよ、だからどこまで出てるのかわからないけども、だからそこら辺で振り回されないようにしとかなきゃまずはいけないなっていうふうに思う。そうですよね、その数字で叩き出してるっていうのはそれは俺は素晴らしいことだと思うし、やっぱこう数字っていうのは嘘つかないし、だからそれはそれでもいいんだよ。いやだけど今言ったようにね、ここ守っててここに飛んだらカバーリングできません、それじゃ野球にならないからさ。確かにそうなんですよ、だからそこら辺をどう考えるかということ、あとはね盗塁が増えたけど走塁がね良くない、これずっとね言っていることですもんね、で判断が良くない、で特にね梶原なんか本当は素晴らしいんだよ、前半の後半戦ね、コンタクトもできるし、これから使い続けたらホームランもねおそらく出てくると思う、彼の能力からすると。でやっぱ足も素晴らしいし、スピードもある、ただそれだけじゃダメなんだよね、やっぱ判断力が伴ってその足を本当に使えないと、だからその宝の持ち腐れというかさ、そういう風になっちゃうから、だからそこら辺をどう考えるか、どうこう機能させていくのか、梶原は本当にいい一番になってきたよ。そうなんですね、もう本当に素晴らしいと思うよ、俺が見ても、右も左も、あの大柄で足速いし、セーフティーもできるし、揺さぶることだってできる、あとは走塁だよ。
それができると相当いやらしいから、うん、さらにまた得点も、ね、アップしていきますし、それで打つ人間は揃ってるからずらっと、でオースティンでしょ、はい、あの破壊力のある、うん、それとねオースティンと梶原のこの 1,2 番のコンビっていうのは、うん、本当にね運を引き合うっていうかさ、梶原が打ったらオースティンが必ず打ってるから、うん、だからすごくいいコンビなんだよ、うん、だからあとはそれ2人とも2人とも1、3塁できるやろっていうのが止まっちゃってるんだから、そうです、もったいないですね。ほんで次佐野がヒット打ってるサードコーチャーも回すわな、うん、そしたらホームでアウトになってる、お前サードに進んどけよっていうのがあるんだよ、はい、だからそういうことをちっちゃい、まあ、守備の面に関しても、うん、まあ、一つの塁を取るっていうことも、うん、これができたら優勝するよ。じゃあ優勝するポイントとしては梶原選手のその走塁にかかってることもあるんですね。まあまあまあこう一つとしてはね、うんうん、いや素晴らしい選手になってきてるから、うんうん、だからそれはもう楽しみだし、うん、そういう走塁ができるとね、うん、もう相手をかき回す、うん、また次に打つバッターたちが楽ができる、うん、そうですね、うん、ワンヒットで帰ってサードに入ってこれますもんね。 そしたらね勝ちゲームになる。逆に怖いのはその走塁で失敗することによって、あ、今日勝てたゲームも落としたねとか、だからそこが判断力なんだよ。だからそこを磨かない。そうですね、うん、やっぱね優勝するところは優秀な一番がいる、うん、だから巨人がやっぱこう安定的に勝てるっていうのは、うん、やっぱ丸がいいから。そうですよね、うん、パリーグであればソフトバンクだったら周東選手がいるから、そうそうそう、周東選手のね走塁だったり足っていうのもやっぱりすごいですね。それは魅力はあるよ ね、あれはやっぱり、ね、ナンバーワンでしょ。9回9回ナンバーワンだから確かに。いやだけどそれになりうる確率のある選手だよ、うん、はい、うん、あとはやっぱ守り方、うん、守備、うん、だから送球間に打者走者をセカンドにやらさないとか、うん、だからそういうことも含めて細かいことだけども、それができるようになったら DeNA は絶対優勝する。おあとはやっぱり宮崎選手、年齢的なことも含めて、はい、まあ、夏場になってくるとやっぱりどうしてもフルではいかないと。まあそうだね、うん、まあ、ただ夏場強い選手だけどね。あ、逆に言えば、ね、うん、夏の過ぎてからだね。例えば10月だったり9月ぐらいですよね、まあ、秋だね。そうなってきたときにその宮崎選手に代わるサード誰にするのかとか。いやそれはもう守り中心でいいよ、まあ、例えば柴田でもいいし、はい、最初から、はい、あとはもう少し打てる人って言ったら強打を使ったりだとか、はい、まあ、例えば森がっていうことはないか、うん、ショート、まあ、でも井上でもいいよね、うん、状態が良ければ、はい、とか、まあ、そういう選手をもう試すとか、はい、固めるとか、柴田だったらね、守備をとか、いかようにもできる。じゃ宮崎選手がいないこと、ちょっと抜けることによって、何かこう、得点ができないとか、チーム状態が下がるとか、そういうことにはいやいや、まあ、それは確かに、相手から見ると、宮崎がいないだけで楽かもわかんない、うん、でも、得点力がガクンと下がるかっていうとさ、そんなことない。それは佐野、牧、宮崎、3人ともごそっと抜けたら、はい、残そっと抜けたら、これはちょっと得点どうすんだみたいな、はい、なるけど、うん、宮崎が1、2試合抜けたとしても、はい、俺は大丈夫だよ。牧選手なり、オースティンなり、佐野選手がいるっていう、で佐野も調子いいし、そうですね、今年はまた勝負強いからね、佐野が、はい、いやだから、いいところでも打ってくれるし、うん、ただ、配置は本当にね、考えた方がいい。配置、うん、打順の組み方。まあ、梶原1番でいいし、はい、2番オースティンでも最高だよ、はい、この 1,2 番最高だと思う、うん、佐野でいい、うん、牧でいい、うん、宮崎でいい、うん、で、6番からだよ。これは山本選手とか山本でいいいいですか、うん、山本はね、でもね、5番に上げた途端に、うん、ちょっとバッティングおかしくなったからちょっと、まあ、状態的にも落ちる頃なのかなとは思ったけども、うん、ちょっとおかしくなった。じゃあ6番の方がでね、5番に山本行って、うん、6番に渡来行ったんだよ、はいはい、そしたらその前日は渡来が7番で3本打ってたんだよ、はい、そしたら上位に戻って梶原に戻ってきて、うん、梶原絶好調だから、うん、ね、そこからまたつながっていったんだよ、はい、これを一つずらすことによって、うん、全く下から上に回らなくなったから、はい、得点力がちょっと落ちたんだよね、2試合目は、はい、そういう試合があったんだよ、うん、だからやっぱ打順を組む時っていうのは、うん、
やっぱ気をつけた方がいい、そこら辺は。もう1個上か下かで全然違う。だから宮崎が抜けたら、ここに誰か代わりを入れて、7、8、9っていうのも変えない方がいいと思う。もううまい具合に差し替えにしちゃった方がいいんだよね。そうそうそう、まあ阪神方式だよね、岡田方式、うんうんうん、で3番が抜けたら3番に入れるっていう、はい、そういう方式の方がいい、うん、これがこう突き上げるっていうことはちょっとやめといた方がいいかもな。なるほど、うん、とこと DeNA 打線はちょっとそうなのかもしれないですね。まあ、そうだな。いやだから、組み方っていうのはすごく大事だなっていうのは思うね。だから、まあ、例えば佐野がちょっと疲れたら休ませる、うんね、そしたらオースティンを3番に入れるとか、そういうことはやめた方がいい、うん、3番は3番で、じゃあ佐野休ませる代わりに桑原行こう、うん、じゃあ桑原を3番に入れていいよ、うん、ぐらいでいいと思う。そうですね、そこは変にいじらない方が、バランスを崩さない方がいいと思う。あと、まあ、筒香選手はどうなってくるんですかね。まあ、状態が良ければ上がってくるだろうと思うけども、うん、まあ、ただやっぱりよっぽど頑張らないと、はい、ポジション与えてくれるかなと思うとさ、今そうですね、まあ、なかなかこう佐野も状態がいい、はい、まあ、渡辺も悪くはない、はい、でセンター梶原抜群だと、うん、いうことなどに入ってくるとかね。そうですね、そうなってくると、まあ、代打でベンチなのかとか、まあ、いるだけで嫌だけどな、うん、代打で、うん、すごいいるぞみたいな、まあ、一発ありますからね。そう、満塁で筒香出されたら、うん、ピッチャーストライクなかなか取れんかもなぞみたいな、ね、そうです、まあ、そういうプレッシャーもかけられるし、うん、いるといないじゃ大きな違いで、やっぱりいてほしい選手だけどさ、うん、まあ、だけど本人は出たいだろうけども、うん、それがうまく叶うかどうかね。そうです、ね、それは分からなくなってくる、まあ、そのぐらい層が厚くなってきてるんだよ、 DeNA はね、今そうですよね、まあ、だから本当にね優勝のチャンスはある。そうですよね、うん、まあ、あの前半折り返す時点ではまあ3位だったんですけれども、もちろん十分ここから首位に。もったいない試合が多いからさ、うん、そう前半もねずっとおっしゃってましたもんね、宇田川さんね、もったいないじゃん、うん、まあ、あの延長で勝ち越して2点、はい、3点取られて負けるっていう、あった、ありましたね。そうですね、勝ったと思ったら、だからもうそういう試合を作っちゃいけない、うん、逆にここから B クラスに落ちる可能性も秘めてるんですか、DeNAって。俺 DeNA に関しては俺は多分ないと思う。いや今まであの巨人も広島もあるかもよっておっしゃってたのが DeNA に関してはない。わ、やっぱね、はあ、ピッチャーの量って言ったらちょっと少ないかもわかんないけど、はあ、これからやっぱり野手だから夏場は、うん、野手の層は俺は熱いと思う、まあ、一番熱いと思います、やっぱり、うん、いやだから外野手にしたら桑原関根が出れてないとかさ。そうですよね、まあ、うん、だから俺はないと思う。じゃあ DeNA だけは A クラスを死守しながら優勝の可能性もあるんじゃないかっていう見方です。でもこの戦力落ちたらいかんわ。逆に、そうですね、逆に何をやってるんだってことないけど。そう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 、そうか。いやいや、それ落ちていったらちょっとびっくりですね。いやこれはやっぱオースティンがいて、うん、あの佐野がいて、はい、宮崎がいて、うん、筒香がいて、うん、牧、その中で牧が4番を、うんうんうん、この牧がなぜ4番を張ってるのかっていうのは、うん、やっぱオールスターで証明したと思う。まあね、初戦ですけどね、通報がすごかったです、MVP にとって、うん、やっぱね、牧の存在感というのはでかいと思う。そうなんだ、うん、で、牧がやっぱチームを引っ張っていく、はい、その推進力を与えていく、うん、これはね、やっぱ牧っていうのはキャプテンシーもあるし、うん、だから俺は落ちないと思う。落ちるとしたら牧がいなくなる、うん、まあ、怪我とかで、その時ですか。その時にバランスが崩れる。多分オースティンを4番にしよう、宮崎を4番にするか、これ悩んでくると思うんだ、うん、仮にオースティンが4番になってくると、うん、あの梶原とのバランスが崩れる、うん、誰か2番に入る人とのですよね。そうそうそう、うん、とかになってくると、はい、その時は危険性はあると思うけど。だからその牧選手だけはスライドが効かないんですね、誰かと。いや効かない、効かない。そうですよね、牧の側に柴田とかに入れるかないですね、ちょっと厳しいもの。柴田が頭下げてすいません変えてくださいって言う4番だけはやめてください。そうですね、だからやっぱりオースティンか宮崎選手かってなりますもんね。になると思うんだよ。そうなってくるとさっき言ったでしょ、うん、打順のバランスは崩さない方がいいって、はい、下位打線の、うん、
いいからってこうってね、ところてん方式に上げないようにって、うん、ね、そうしたらバランスが崩れる。牧だと牧の代わりはいない。でも牧選手が何かなった時が DeNA は一番怖いですね。怖いな。そうですね。さあ続いてパリーグいきましょう。パリーグはソフトバンク、はい、首位独走中ですけれども、まあ、これも優勝計画というか、ここからあの、まあ、下がっていかないためというか、2位にならないため、死守していくためっていうところになると思うんですけれども、まあよっぽどのことがない限りはあの一時期6ゲーム差までは行ったんですよね、前半。そらね、はい、ずっと調子を維持するっていうのは難しいよね、うん、それはやっぱ相手が調子が良くなって、うん、悪くなったら縮むけど、はい、でも逆の場合もあるよね、うん、で逆の場合になったらもうすぐ離されたら、そうですね、そうだろ、早かったですね、早かったろ、うん、いやだからまあ一番シュート、うん、もう本当にバッティングが成長したし、うん、本当に一番バッターとして成長したと思うしね、うん、でまあ盗塁にしたって走塁にしたってもう言うことはないよ、うん、あとはやっぱこうちょっと落ちてきた率を元に戻すかね、うん、もう少し上げていくか、うん、もうそのぐらいでいいし、うん、もう2番今宮、はい、もうしぶといよ、うん、今宮選手守備もいいしな、はい、まあ、栗原が打点を順調に上げてる、うん、まあ、こんちゃんがちょっとね、こうあの前半の後半でちょっと疲れは見せたけど、はい、うん、山川がオールスターでホームラン打ったね、打ちましたね、なんかめちゃくちゃでかかったね、あれなんか国防監督にアドバイスになる、時々 なんか、うん、あれヘッドですか、なんかヘッドのことについて、いやもうよりコンパクトにっていうことなんだろう、そしたらすぐあんな実践でできちゃうものなの、まあ、やっぱりそこら辺がセンスなんだけどさ、うん、だから後半山川が打ったらもう楽勝になるよね、これ打ちそうですか、後半どうでしょう、なんかきっかけをつかみそうな感じはするけどね、うんうん、そしたらこんちゃんが少し楽になってくるだろうし、はい、うん、だから、まあ、そんなにはもう心配はないよな、ですね、あと下で控えてる選手たちももう即上上がってきたら本当にあの打ってる選手たちがいっぱい下にもいるので、だからやっぱりこう一番の不安はやっぱ海外抜けたらどうなんだろうっていう、まあ、今海野選手うん、ですけど、まあいるけどね、うん、ちょっと不安もありますね、海が抜けるとちょっと不安かなと思うので、うんうんうん、まあでも投げてるピッチャーが優秀だからな、そうですね、まあ、有原投げたら2点以内には絶対抑えてくるしな、うんうん、モイネロなんかも2点取ったら勝っちゃうしな、そうですよね、ただそのオスナ投手が、まあ、オスナが不在になって、まあ、松本投手、まあ、そうだな、はい、ちょっとあの打たれるシーンとかもあったんですけれども、そのあたりのつもり投手とかは後半どうなっていくんですかね、この、まあ、でもね、つもりとかもやっぱりいいしさ、うんうん、まあ、そこら辺は変えたっていいし、はい、左のヘルナンデス、はい、あヘルナンデスね、指輪を取っただけでちょっとデッドボール2つみたいな、はい、あるけど、うん、やっぱ力はあるよね、みんな、そうなんですね、うん、資格がないとは言わないけど、うん、だけど流れのままいけばやっぱり優勝はするな、このゲーム差のままいきそうですか、もうちょっとあの例えば縮められてとか2位に、まあでも他の球団もさ、うん、ソフトバンクに向きになっていく、ここまで離されてて多分もう、いやそれだったら、うん、A クラス、そうそう、うん、A クラスを狙って、うん、ローテーションも組んでこない、うんうん、そうします、ね、ソフトバンクに当てていくなあ、そこは無理しないですね、無理しないと思うんだよね、俺も、そうするとやっぱソフトバンクが上がっていきますよね、さらに、うん、そしたら前田前田のが出てくるって、そうですよ、この動画でも紹介した前田前田が、やっぱこう若手をね、はい、こう試すっていう余裕があるのか、2枚の前田、そう、どっちの前田だっけみたいな今日はっていう、はい、が出てくる可能性だってあるし、そうですね、でまあ、あの野手にしたって、はい、やっぱポイントポイントで若手をね、うん、使って成長してるしね、そうなん、内野も外野もそうですよね、そうそうそう、うん、いやだからまあ、そんなにもう崩れることは俺はないと思うよね、ないのか、まあ、でも国防監督がおっしゃったのがやっぱそのオスナが抜けて帰ってくるまでの間の7、8、9とか8、9だったりをどうにかしっかりでも、あの帰ってきたところで、うん、今年状態が戻るかどうかっていうのは分からないしね、はい、まあ、だけどその中でやりくりしていくと思うよ、そうか、うまいですね、いや、 やっぱりそれだけの質量ともね、うん、まあ、あるし、うん、まあ、場合によっては先発崩してローテーションを、うん、もう優勝する瞬間、うん、まあ、
5、6試合になったら先発崩して、うん、まあもう本当に苦しかったら抑えに誰かを持っていくかもわからないし、うんね、だからもうやりようはいくらでもある。もうここまで来たら不安な点は一個もない。だから不安な点は甲斐が、そこだけですか。甲斐でしっくりいってるピッチャーが、うん、甲斐じゃなくなったらどうなるのかなっていう。まあでも、まあ、さっきも言ったように、まあ、実力あるからなっていう、うんうんうん。あとスチュワートジュニアも本格化してきたね、はい、してきましたね、うん、力あるわ。ありますよね、うん。まあ、有原投手今シーズンいいですし、そうモイネルいいしな、有原投手いて、まあ、東浜投手がっていうちょっとな、うん、ありましたけれども、まあ、和田もね、うん、まあ、年齢から来る、うん、まあ、衰えっていうのは隠しきれてないけどね、はい、まあ、だからそうだな、資格なしですかね。なんか、まあ、大津もいいしね、はいはい、だからまあ強いて言えば大津がやっぱり1年間ローテーション守ってないピッチャーだから、はい、でモイネロもそうだよね、うん、先発としては、うん、だからそこら辺が、まあ、夏場を迎えてどうなっていくのか、うん、多分大丈夫だと思うけどそうか、野手で言えば、まあ、甲斐選手がもし抜けちゃったらちょっと大変なことになるかな、まあ、っていう感じであるぐらいですかね。モイネロスタミナがあるんだよ。いやで1イニングだけじゃなかったんですね。そうだな、うん、だからまあここら辺はもう優勝計画だから、うん、もうそのままやっていってくれればいいんじゃないの。そうですよね。そうそうそう、もうあとはね、もうクライマックスシリーズをどうやって最後勝ち抜けて日本シリーズに行くかっていう、もうそこだけになってきそうですよね。さあ今日はセリーグの DeNA、 そしてパリーグのソフトバンクを お届けしましたけれども、はい、まあ、半分来ましたね。半分来た、はい、残る6チーム、はいはい、皆さん楽しみにしていてください、はい。